いやー、図書館もだいぶ完成してきたけど、なんか地味なんだよな。真ん中にさ、謎の水たまりがあるから、ここちょっとおしゃれに使いたいんだよね。やっぱ本と言ったら観葉植物なのかわかんないけど、本と言ったらやっぱりね、緑が必要だと思うんで、まあね、都合よく僕あの苗木を持ってきてるんで、まあ真ん中に木生やしとく。まあ、こんだけ高ければ多分木一本ぐらい生えてても、あ、すごい趣のある図書館だなってなるに違いない。ならないですね。うん。まあ、とりあえずここにね、生やしておくか。でね、僕あの、一個思った。普通の木じゃね、やっぱ違うんで、やっぱり。普通の図書館とは違うところにしたい。僕以前、ダイヤモンドを土に埋めたら、なんかダイヤモンドの木生えちゃったみたいな時あったんで、もうこれはね、僕はこの水の中にダイヤモンドをすごいよく5個持ってたんで、なんやかんやダイヤモンド持ってたんで、この中にダイヤモンドを入れておけば、きっとね、ダイヤモンドの木がまた育つんじゃないかなってことで、まあ、ダイヤモンドをね、ここに埋めてね、埋めてはいないけど、ここにね、やっていこう。さあ、楽しみだ。いや、でも図書館にダイヤモンドの木だぜ。いや、もうなんかすっごいでしょ、もう。まあ、育つのを待つか。よし、楽しみだな。ダイヤモンドの木とかできちゃうぐらいだから、こんだけ周りに本があるとさ、なんかもしかして、本の木とかできちゃうんじゃないの？いや、そんなわけあるわけねえか。いや、バカ。バカ。どうも皆さん、こんにちは、ピクトです。というわけで、今回もモッド紹介頑張っていきましょう。今回紹介するモッドはですね、カスタムツリーモッドというモッドでございます。まあ、もしかしたら、まあ、どこぞやのなんとか本拠地さんっていう人の動画で、まあ、見たことあるモッドかもしれないんですけど、まあ、僕もね、このモッド使いたくて、せっかくだからね、じゃあ紹介しようってことで、動画をね、撮っていきます。で、このモッドを導入すると、まずこのね、カスタムサプリングっていうね、このなんか苗木、毒々しい苗木が追加されるんですけども、これの作り方は普通のね、多くの苗木と近海で作ることができます。ということで、これを作ったらですね、まあ、ちょっと待って。ちょ、テストでいじったのがあって、めちゃくちゃ頭おかしいことになってるんですけども。で、まず増やし方なんですけども、2段、まずブロックを作ります。例えば、下が土で上が丸石だとします。この場合は、丸石が増える方になります。で、増える方にこうやって苗木をやって、で、右クリックすると生えます。で、下の土が木になって、上の葉っぱのとこが丸石になります。もうちょっとわかりやすくすると、下を本棚にして、上を作業台にして、で、このね、苗木を置いて、置けないね、ちょっと待って。苗木を置いて、で、右クリックすると、はい。まあ、こんな感じで、下の本棚がこう木になって、葉っぱの部分が作業台になると。まあ、こんな感じでね、頭おかしいよね、完全に。完全に頭おかしいね、これ。で、まあ、これ一応多分ね、ブロックだけじゃなくて、多分上に置ければ何でもできると思うんだよね。松明とかもできるのかな？ちょっと一回やってみますね。丸石置いて、松明置いて、で、この上に、置ける。で、これで右クリックをしたら松明ができる。おお、すごい。なるほど。何でもできるんだ、じゃあ。なんかすごい不気味な光景になってるけど、キモ。で、まあ、あとはカスタムサプリングをこう置いて、で、この上にさらにこれを置くと、もうね、2個あれば、もうこっちのもんよ、もう。作り放題。もうこれ2個作っちゃえば、もう何でも増やすじゃん、ほんとに。ちょうどよくラッキーブロックをちょっと僕入れてたので、ラッキーブロック増やすか。いや、もう不思議だろ、これマジで。はい。うわー、気持ち悪い。気持ち悪い、これ。ラッキーブロック生えてたらすごい嫌だわ、これ。これってさ、木の部分をさ、溶岩とかにできるんかな？ちょっと一回岩盤で、こうやってやって、で、これでここにやれば、多分木の部分がなるはず、なるかな？はい。あ、待って、わ、ちょっと待って、閉じ込め、わ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 、あ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 、びっくりした、びっくりした。あ、な、どうやら多分、木の部分が水とかにもできるみたいですね。うわ、危なっかしい、これ。まあもちろんね、ダイヤモンドブロックもこんな感じで、うわ、すごい。いやもうチートだな、これ本当に。ということで皆さんもね、ぜひこのモッド入れて遊んでみてください。僕もね、異世界クラフトで多分これ使うと思います。はい。この動画楽しんでくれたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃねばい。いやもう不思議だな、本当にこれ。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくだぜ。説明欄にサブチャンネルや Twitter もあるのでそっちも登録してね。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃねばい。その色や。これチートすぎひん。癖がすごい。絶対ここまで見てるやついねえよな。